福知山線は、天ヶ崎、三田、福知山、間を結ぶ路線、通称、JR 宝塚線、2005年4月25日に脱線事故があり、関西の方なら、よくご存知かと思います。関係者の哀悼の意を表し、ご冥福をお祈り申し上げます。塚口を9時41分に出発する。列車番号、1129C、高槻和須、新三田駅の停車駅は、終着まで各駅、主要駅到着時間ご案内します。伊丹9時46分、川西池田9時52分、中山寺10時3分、宝塚10時7分、西宮奈良塩10時13分、三田10時24分、終着、新三田には10時28分に到着する。なお、塚口から新三田まで47分の旅である、本間沖に、行ってらっしゃい。